はいおはようございます。10月5日の朝、昨日の夜さ、まあ、16歳の高校生と、まあ、もう一人の男性がさ、バイクに二人乗りしていて、亡くなりましたっていう報道がされてますみたいな動画を作ったらね、まあ、事故があって意識不明っていう報道までは昨日聞いてたんだけど、朝見たらさ、 国道で軽自動車とバイクが衝突。バイクの二十歳、男女が死亡。松江市っていうニュースでね、うんまあ、毎日毎日よ死ぬ前いね、みたいな話ですよね。松江市の国道で4日夜、軽自動車とバイクが衝突し、バイクに乗っていた二十歳の男女2人が死亡しました。4日午後7時半ごろ、軽自動車とバイクの事故で、路上に2人倒れている。 衝突した軽自動車の助手席に乗っていた女性から百当番通報がありました。警察によりますと、軽自動車が飲食店などが入る施設の駐車場から小武道に出たところ、後ろから来たバイクと衝突したということです。まあ多分こうなんじゃないのっていう憶測で言えるのはさ、まあ、飲食店の駐車場から軽自動車が出てきましたと。 まあそれが右折したか右に右折したか左に行ったか分かんないけど後ろから来ていたバイクがね結構スピードを出してたんでしょうねまあバイクはそんなところから軽自動車がパッて出てくるとは思わなかったんでしょうね2人乗りのバイクは会えなく軽自動車に衝突っていうか追突したんじゃないかなまあこれ現場見てないから何とも言えないけど まあ別記事だとね、軽自動車の後部が破損しているっていうことが書いてあるので、まあそうだと思います。うん、この事故でバイクに乗っていた松江市の田部さん二十歳と、これ何ていうのかな、安大市の仁岡さん二十歳が意識不明の状態で病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。軽自動車に乗っていた 女性二人に怪我はありませんでしただんあ。警察は事故の状況を詳しく調べています。まあ、未然にこの事故を防ぐ、防ぐ、どうしたらこういう事故が起こらなかったかというのを、これも推測すると、まず、その飲食店の駐車場から道、行動に出る場合は、右も左ももう一回右もよく見て、 自動車来てないね。自転車も来てないね。バイクも来てないね。大丈夫っていうことをね、しっかり確認してから行動に出るようにしないと、スピード出してるバイクがね、近づいてきてるかもしれないんですよね。で、ぶつかった方のバイクも、ね、国道をまっすぐ走っていて、優先権は自分たちにあるっていう思いもあるんでしょうが、 道路脇のね、商業施設から車とか、な,んな、なんとかがね、パッて、行動に出てきて、自分たちの進路を塞ぐかもしれないから、いつでもブレーキかけ、かける、ブレーキをビューってかけても、安定して止まれる、止め、止め、止まれる速度でしか走れないっていうことなんですよね。 だってねあ、国道、俺たちが走ってるのは国道をまっすぐビューン、あっと思ったらもう進路塞がれてドカーン、でもうそのままね、病院に運ばれても the end ですもんね。怖い。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴、お待ち申し上げております。失礼します。